のお手並み拝見というところですね。さあ、ウィンターテーナメント第1回決勝戦第1ゲーム、レディーゴー。見ていきましょう。パープルサイドカビチャンズ、オレンジサイド漆黒団です。中央エリア進むのはダクマと不思議種ですね。しっかりと育てていきたいところ。 P の不思議花はこの直前の準決勝ユナイトホリック戦でもかなりの活躍を見せていました。グリーンレイジがやはり怖かったですね。まあやはりレベル9でユナイト技を覚えたタイミングっていうのが本当に強力ですから、はい、そこに合わせて試合を作るっていう動きが漆黒団今日本当にずっとうまくやれてますよね。さあここだ。そうですね、前に入ってなんとか経験値は自分たちのものにできました。カビチャンズ、ただやっぱりラストヒットの性能っていうところで、はい、ラッキーがオレンジと、いやそうですね、パブルのオーラをラッキーがオーラをしっかりとまとっているというのも、ね、面白い景色ではありますけれども、ね、ダッシュボタンで前に入って非面化と距離を合わせましてウルートのフロントゴール、ゴール得点決めていきました。さあ下ルートにはボクレイとメッソンです。上2対2、上3対3、下2対2という互角の構図が出来上がっています。ラプラスがこのタイミングでトンが一気に前に出ていますね。チルト類の経験値をしっかり集めまして、ただチルタリスはビトッポが取ったでしょうか。まあこの漆黒団としてはここで焦る必要は全然ないですからね。先ほどから申しているやはりレベル9の市議花っていうところで一気に攻勢に出たいチームなので、うん、まあ、特にこのレベル5の一番強いウーラオスの時間帯っていうのは付き合う必要がないというところで、はい、まあ予定通りですよね。どちらかというとカビちゃんズはもうちょっとこれリードを作りに行きたいかなという印象があります。そうですね、ウーラオスのレベル7まで上げることはできているんですが、これを起点に序盤で攻勢に出られればというところではあります。ここ戦いたいですね。そうですね。さあビトッポが後ろから入ってきました。トンのラプラスのレベルは5です。カメールの水鉄砲で位置がずれたところすかさず捉えていきました。さあフロントゴール付近ダッシュボタンで P が合流していきます。アワイルと P でフロントゴールを守る動きを取っています。これでもうゴールドモーションに入ることはできません。一気に奥まで入ってきたビトッポ、いやヤドランがジメレオンを下ルートで抑えていました。後ろからラプラスも戻ってきまして、ただオーロットトマトがウッドハンマーで KO まで持っていきました。さあゴールまでつなげられている。ただウェルとフロントゴールはまだ46得点ほど必要です。というより今気づきましたけど、はい、秋村選手がうんですね。ああ本当ですね。今までアワイル選手が柿浦選手がこうサポートを使うことが多かったですけれども、はい、ここはちょっと変えてきてるんですね。そうですね、柿浦は、まあ、それこそサポートも使える選手ではあるんですけれども、まあ、経験の厚さ長さというのも少し活かせてるかもしれませんね。さあウェルトではレジエレキカビチャンズが取りました。さあウーラオスのレベル9タイミング、ただ、はい、シーバナもレベル9になっているので、そうですね、ここ正面からぶつかり合うとおそらくシギバナの強みが十分出るかなと思います。 P のシギバナ、そしてミューのソーラービーム、ウェルとフロントゴールミドルゴール付近ですね。ビトップのウーラオスなんとか戦いたそうな感じは見えていますが、総流の布団を切って相手はラプラスです。トン GG のラプラスを KO まで持っていきました。レジエレキも相まってエレキボールが飛んできますが、 P の不思議花相手に前に前に31ヒット、総流の音2連続 KO 持っていったミトッポ。いや今その右に総流連打したのうまかったですね、うん、そのそうですね、一般的には不思議花を超えるように、はい、水流連打打って、はい、不思議花が逃げられないようにするところを、はい、右側に打つことによってで、その裏側に来ると読んだ P 選手のギガドレインを避けるという、いや読み合いがありましたね。なんという一瞬の読み合いだったんでしょうか。あそこで右に水流連打打つとはうますぎる、思わないですね。そんな、さあ漆黒団側は P が KO まで持っていかれる展開もありまして、相手のウーラオスのレベルが11まで上がっています。全体的にもカビチャンズ側平均的に1レベルぐらいリードできているかもしれませんね。
さあ折り返しの5分を迎えますが、チョンさん、はい、カビちゃんちょっと乗ってますね。いやいい自信入ってきました。トリオンとね、またチャンスを作るというのか。シゲバムがペンを持ってかれました。ミスティックメラージュね、引かざるを得ません。ハピハピしたアシストも受けた状態のこのビトッポが、さあミュウの姿も捉えている。先にミドルゴールのゴールを優先しますが、後ろからトンが駆けつけています。高速スピンでオーロットを交えてたまらず引かざるを得ません。ミドルゴールなんとか防御が間に合いました。ただペースを作っていたのは間違いなくカビちゃんです。反転攻勢に出られるのか漆黒団。テレキネスで野田和次郎を手繰り寄せました。ウーラオスが上手い選手この世に何人いるんでしょうね。本当ですね、そんなゴロゴロいるはずないんですけどね。さあ野田和次郎を KO まで持っていきまして、上下ルートフロントゴールに漆黒団が襲いかかります。いやカビちゃんの気持ち的にも大きいですよね。やっぱりその世界的な選手でもある P 選手に対して、はい、うん、シギバナウーラスのマッチアップでリードを取ってるっていうところが、うん、結構やっぱ自信にもつながるじゃないですか。そうですね、そこは一つ大きいですよね。またも上ルートカビちゃんズがレジェリキを抑えました。そして5人集めた状態でミドルゴールに一気になだれ込んでいる選択でしょうか。ユメニアのヤドランを捉えた後ろから波乗り、位置がずれてグリーンレジインテレオンを落とした。これが P の強さです。さあ後ろからハイドロポンプ、ハイドロ台風で打ち上がりまして、ウッドホーンとウッドハンド、いや闇盛りダークガイスト、うおなんというコンボ。ウッドホーンでゴールからずらして2連続 KO カビゴンつなげていきます。カビちゃんと強いぞ。 P の不思議花一人ではこれは対応できません。ミドルゴール破壊成功。うわ、いやグリーンレイジが綺麗に決まったので、はい、漆黒団が返す流れかと思いきやその後の反転素晴らしかったですね。そうですね、しかも総流の武闘また切って挑む姿勢、もう前に前にですね。カビチャンズどんどんいきますね。本当にどんどんいきますね。ただちょっと今ウラオスのレベル13、わあ見えている。いやー素晴らしい。柿小屋がミュウを使った状態で、そこの茂みにはトマト、ウッドハンマー、ウッドホーンで姿を捉えた。美しい。このトマトのオーロットが何度この重要な KO を持っていくんでしょうか。私らがを KO まで持っていきました。レベル差も開いている中でカビチャンズ側が勢いが止まりません。相手のシバルゴまで KO、 中央エリア前線も上げて、なんとなんとあの漆黒団が苦しめられているんだろうか。アイアムトマト選手のオーロットの精度っていうのが、はい、とんでもないですね。まさかこれがトマトの木だったとは思いませんでした。先ほどの試合もそうでしたけど、やっぱりこのオーロットから動きが作られることが多いですよね。はい、待っている位置も技の使い方もですね、全てが完璧です。あのウッドボーンを正面で打たずに横から打って引き寄せるような形で相手を固定することができるというのもオーロット使いのうまさですよね。さあ間もなく2分、最終レッグクーザ戦に突入しようというところです。ウーラオスのレベルは14、ただ P のレベルも14と間に合わせています。後ろからソーラービーム、カメックス、ここあったのカメックスが捕まりました。少しレートビームで足も遅くなりますが、赤ブレイク、この睨み合いというところがソーラービームが2枚ある漆黒団非常に有利になりますが、そうですね、カビチャンズはどうするか。そうですね、いや下から自分たちで入っていく選択肢に入った。いやどうかグリーンレージ、このグリーンレージを透かすことができました。カビチャンズだいぶ透かしてる。いやそうですね、相手のユナイト技をだいぶカメックスのユナイト吐かせてますね。そうですね、ハイドロ台風もありますが P の体力はありません。フチングダウンな KO まで持っていった。ハピアパーシストのついたウーラオスをヤンケースで捕まえてはいましたが、ハイドロ台風で一気に上がっていきます。ミスティックミラージュで掛け声が聞かざるを得ません。ヤドランのユメニアンを KO するところで持っていったカビチャンズ、集団戦まで集団戦まで持っていこうというのカビチャンズ。新しい風はこれまでに暴風だったのか、漆黒団を追い詰めているとカビチャンズ。さあレッグーザレジェンドピットに入った、とどめの一撃レッグーザまで取ってダメ押しのカビチャンズ、一気に進軍していきます。いやグリーンレージを回避してからの反転攻勢お見事でした。お見事でしたね。さあミドルゴールファイナルゴールへと得点を決めて、ウィンタートーナメント第1回大会決勝戦は第1ゲームから波乱の展開になりました。昨シーズンが終わって今年のシーズンでは新しい顔ぶれが見られるか、そんなことを口にしながらも、やはりどこかこのトップ選手たちのスター選手たちの活躍を
期待しているファンがたくさんいたことでしょう。その中でカビちゃんたちがこうして自分たちの力を、これが若き選手たちの新しいユナイトシーンなんだと言わんばかりに結果を残してみせました。あの漆黒弾をほぼ完封してみせました。ゲームセット。いやー、素晴らしい、素晴らしい試合でした。1044対149、第1ゲーム勝ったのはカビちゃんズ。鬼に対して圧力をかけるって意味では、どちらも十分に圧力のある技選択です。優勝はどちらになるか。第2ゲームスタートです。パープルサイド漆黒団、オレンジサイドカビちゃんズ。中央エリアに進むのはダクマとドードーです。ちょっと前のユナイトシーンを実況してるかのような懐かしさも感じますね。さあ、ドードーの姿が見られました。ドードリオ本当によく見ましたからね。そうですね、半年前、1年前くらいですか。そうですね、最序盤の展開としては、まあ、ドードリオもダクマも同じくレベル5を目指して早いところルートに合流していきたいというところですが、ヒメンカがちょっとカキ小屋がちょっかいを出しに来ましたね。このドードーとしては移動速度を維持することによって強い技を出せるようになるので、はい、このヒメンカ、オレンジオーラを持ったヒメンカに通常攻撃されてしまうと、移動速度を維持できないんですよ。そうですね、今ホルビーカキ小屋が一つ経験値持ってったんですか。そうですね、まあ、これちょっとどうしようもないということでドードリオに進化して、はい、なるほど、トライアタックの選択ですね、はい、さあウラオスが中央エリアに合流しそうです。私らがに進化してその草むらには P が控えています。P のウーラオス、トンのジュナイパー、そしてインテレオンにはアワイヌと、まさにドリームチーム感を感じさせる漆黒団。ウーラオスが強い時間帯に P のウーラオスが前に出ましたか。先ほどウーラオスを使っていたのはビトッポですが、見てみろ、これが世界を経験したウーラオスですと言わんばかりしっかりと見せつけていきます。やはりレベル5タイミングのこのですね、ウーラオスですよね。これ面白いですね。先ほどウーラオスの右という話がありましたが、先ほどと真逆のポケモン選択でビトッポが不思議バナ、 P がウーラオスを選択しているという状況ですね。ただどうでしょうね、最初今回は花びらの舞だと思うので、はい、最終的には不思議花の方がうまくやれそうな気はしますけど ね、 そうですね。ギガドレインを連打することによって、はい、ウラオスからのダメージっていうのを大きく軽減できますからね。さあ7分を前に下ルート少しポイントを押せているでしょうか。両チームとも得点までつなげられています。 P のウーラオスは無理はせず7分時点に備える動きです。経験値的にも両チームともにしっかりと7分に抜けて取れているようですね。逆に言うと小さな戦闘はまだ起きていませんね。そうですね、トマト抑えた、これ大きいですね。ですね、トマトのオーロットには注目していきたいところです。さあ後ろからビトッポの不思議花、野田和次郎の体力が影縫いでかなり削れました。影縫いが刺さる、アクアブレイクが遠くからウッドハンマーでアワイヌの足が止まりました。これ持っていった、捕まえた。いや、やっぱりこのウッドハンマーが起点を作りますか。トマト選手が必ずきっかけを作ってますよね。そうですね。さあ4匹のポケモンで下ルートに走っていきます。 P とユメニャンのヤドランが合流して2対4、3対4という構図で当たっていく下ルートです。ウェルートではトンのジュナイパーが関わってのドードリオを落としました。ウェルートがプッシュされる中、レジスチルをどうにか取りたいカビちゃんズです。いや、ただそれを阻止したユメニャン、いやユメニャンすごいな今の。さあビトッポの体力も削れていて、レジスチルを獲得しているのは漆黒団、その勢いをどう生かしていくか。いや、カビちゃんズが人数で対応してきました。脱出ボタンを切ってアワイヌがなんとか生き残ります。いや、ドードリオのトライアタックでインテレオン KO。ただフロントボールを守るにはこのユミニャンと後ろから影縫い、ビトッポの体力が矢継ぎ早連撃で一気に削れていった。矢継ぎ早連撃3連続 KO。 トン GG のジュナイパーがカビチャンズを横から貫いた4連続 KO です。
とんでもない状況になりましたね。まあ、そこにつながったユメニアン選手のプレーっていうのを波乗りで耐えたところ、はい、レジスチルですか、レジスチルも倒したところも本当に素晴らしかった。これ何がすごいって熱湯じゃないんですよ、はい熱湯でそのラストヒット取るシチュエーションっていうのは今まで多く見られましたけれども、はい、まあ、それだけラストヒットにね長けた技でもあるんですが、はい、今回波乗り度忘れ選択なんですよねそれで取っているというのが本当に恐ろしい。テレキネシスはないんですよね。はい、はい、そのユメニアンのこのヤドランの活躍で今のこの最初盤の漆黒団の流れは作り出せました。自分たちが経験したしてきた舞台はそれほど簡単に明け渡せるものではない。それを新世代に教えるかのようなピーが一人でミドルホールに突っ込んできました。不思議魔のこのレベル差であれば総流の元で持っていけると、そういう判断になるのか。いや、ただそれはさすがにミドルゴールで、さすがにダメですね。そうですね、レジエリキもいましたけどね。アクアブレイク。ただ、まあ、でもミドルボールを押すことによって2人を自分に釘付けにさせまして、漆黒団が下ルートを押すことができたということもできるかもしれません。さあ、ヤンキネス、矢継ぎ早連撃が確実にカビちゃんズの体力を削っていきます。ウッドハンマー足を止めましたが、横からインプレオン。先日のアップデートでジュナイパーのユナイトワードの回転率っていうのは上がったんですが、はい、うん、それ出てましたよね。もうこんな早いタイミングで2回目が打てるんだとちょっと驚きました、ね、びっくりしましたね。最新の環境を自分たちのものにしている漆黒団です。点数差は同点。もうあっという間に残り4分というところまで来ました。さあ、ビトッポ花びらの前です。いやー、3匹のポケモンで下ルートを守って上ルートフロントゴール不思議花が抜けていますね。15点を入れてフロントゴール破壊です。さあ、レジアイス KO したのはジュナイパー。しっかりとラストヒットの強さも見せていきましたね。さあ、影縫いが刺さる圏内になりました。オーロット、なるほど、うん、オーロットを確実にジュナイパーとインテロンで削り切りましたね。不思議花がそのジュナイパーを KO まで持っていきますが、ビトッポが花びらの前で、これ後ろに野田和次郎のサポートも控えながらアワイヌとの対面になります。体力が回復してアワイヌを KO まで持っていった。さあ、ここあったとビトッポ、この2人のアタッカーを要して向かっていく先はウェルートか。チルタリスの経験値を集めます。後ろから追ってきているのは P のウロス。まあ、うまくそのオーロットが相手の技を受けて、はい、その後で、技のなくなった状態のポケモンたちに対して不思議花の花びらの前で入って突っ込んでいくっていう動きが、うん、はい、まあ、見事に決まりましたね。そうですね、この動きが非常に強力です。素晴らしいですね。点数的にもイーブンですし、ラスト2分に向けて経験値というのも両チームしっかり集められているように見えます。だからそのジュナイパー、インテレオンといることで、はい、ダメージという部分で本当に高いので、はい、ちょっとうっかり油断してヤドラに捕まってなんかしまったりすると、そうですね、一気に、ね、1匹やられてしまいますから、そこはカビちゃんとしては気をつけたいところ。確かにそのジュナイパーのレベルが14にすでに上がっています。いや、ただそのトンのジュナイパーの4連続 KO が出た場面でかなりのプレッシャーがカビちゃんズにはかかったと思うんですけれども、それでもこの2分時点までになんとかなんとか準備を進められているようにも見えますね。そうですね、12分に戦えると思います、はい、ジュナイパーもね結構1回チャンスさえ作ってしまえば倒しやすいポケモンではあるので、はい、まあ、ドードリオをうまく使って、そのドードリオの位置は味方ウェルとミドルボール付近です。狙っていきたいですね、はい、経験値を集めて合流したいところ。草むらを警戒しながら P とドードリオのタイミングが一つ気になるところですが、鍵になるのはレベル14のジュナイパーか。光の壁を手繰り寄せて花びらの前、姿が見えました。ユメニャンのヤドランが波乗りで戻っていきます。視界を取って両チームそれぞれ見えてきました。影縫いは草むらを警戒、上ルートからウーラオスとインテロンがやってきた。うまくヤドランを剥がした、挟まれましたね。さあ、アゼルスタイビジョンが切られたところでビトッポが KO まで持っていかれました。闇盛りダークガイストが一歩遅れたか。これで、いや、ここあったがユメニャンも落とせますが、私らがまで KO を持っていきました。よく見えてる。カメちゃん使うのが嘘、ミュート、ドードリオと2連続 KO で漆黒団を4匹 KO させました。大将、ラストはここあったが P を落とした。さあ、これで漆黒団の面々は一度レジェンドピットから退場。さあ、その玉座を俺たちに明け渡してもらおうか。
リチャンズ新世代ここにあり、時代がうごめくその予感を感じさせます。なんとなんと最終団の集団戦は入っていったのは漆黒団だったはずなんですが、挟まれる形になりまして、いや不思議花が KO されたところで活躍したのはここあったの堂々よ。点数的にはカビチャンズもうあとは守るだけという状態です。うわー、点数差300点、波乗り。そうですね、ここで波乗りの選択。ジュナイパーもいまして、ラスト10秒、誰が予想したでしょうか。漆黒団1ラウンド1ゲームと取るのがここまで遠いか。カビチャンズその勢いを止めずにゲームセット。最終スコア213対520、勝ったのはカビチャンズ。よってポケモンユナイトウィンタートーナメント第1回大会